さあ、座るわ ATM。 ATM 先生はいつものキャラメンバーですね。アテナ、ブルーマリー、マイ。ブルーマリー、知らぬ、マイ、アサミ、アテナ。さあ、全員ピンク。さりげなく今、全員の本名をさらっと、ね、ブルーマリーって本名なんですかね。いや、あれはコードネーム。マリーライアンみたいな名前でしたよね、確か。そう、なんか名前は、なんかブルーマリーはコードネームらしいですけど、なんかでもこいつだけあれですよね、はい、他のキャラマイとか略されてる、はい、このキャラだけブルーマリーってしっかり書かれてます。そうですね、しっかり書かれてますからね。いいところですよ。それもで乗っかっていく、投げる、デンジャラスアーク。あー、ここに皇帝に噛み合ってしまう。あー、これどうなの。ダゴナ、これマリー使ってると思うんですけど、どうですか。はい、マリーのジャンプ攻撃が早いので結構マリー側がいいと思いますが、ああっと、なんかごちゃごちゃしてはい、ここで勝ったのが ATM 先生のブルマリー。それな、それ今回4回目ぐらい聞いたんですよね、直屋さんから。あの、俺を知ってろ、どっかお前はみたいな。もうなんか多分口癖なんじゃないですか。そうですね、多分突然出ちゃうんでしょうね。そうですね、パッと。さあ、一旦見たい、ブルーマリー。うまい、よく見てる。ゴールが減った。サナギの勝利強いですからね。火力が高いですよね、もう当然。さあ、サナギが倒、ブルーマリーを倒し、中堅で出てくるのはサミアデナ。ピンクで統一してるんですね。あーっと、怪しい野郎が。知らないよ、そんなの。知らないよ、そんなの。冷たいお言葉が。しかしこれは勝利をすればといったところだが、結構直屋さんも強気に攻めてきますね。そうですね、届かない距離の、届かない遠い距離から飛び出させた時の、はい、直にサンディ出すのもうすごい上手いですね。もうサンディ自体癖になってる感じが。あ、確かに癖になってるか。あーっと、勝利釣ろうとしたが、ちょっとちゃんと走ってから勝利をしていたのもあって届いてしまう。さあ、ここでもう ATM 先生のマイが苦手と俺の顔見ながらマイが苦手と言われても、いや、とんかつさんといえばマイがなんか代名詞みたいな感じが。キャラ対してくださいとしか冷たいお言葉が。まあでもいいキャラですよね。そうですね、結構家見になってからちょっと強くなりましたよね。いや、私の方が強かったと思いますよ。あ、わかんないです、ごめんなさい。ただ、乱れ化挑戦という冷たい技はついついた感じというか、はい、なんていうか転がし強くなりましたよね。確かに確かに、その分火力がなくなったという感じでしょうか。なるほど。さあ、今のは闇払いを超える必殺しのエバチ。うまいですね、避け方が見せてくれますね。投げを取ろうと水中ジャンプしたが、草薙のジャパンが強い。上に向いてますからね、下地が、はい、引っかかっちゃうから、かなり真上の方ですか。あーっと、ガーキャンを切る。さあ、時間がない。ここでどうする。ここ出なきゃいけない。夢桜投げて、足りない、ちょっと届かない。ここでタイムアップ。さあ、2P の純正 2P がプサンですね。はい、ここで直子さんが、直子さんが 2P 側です。直子さん、直子さんはキャラクターがパオ、クーラ、やはりハイデルンが入れている。やはり直の名を使うだけのことはあって、みんなハイデルンは確かに、さ、ニクレは練習したと。あ、やってましたね、さっき。オーダーセレクト。さあ、やはりまあ、捨て駒みたいに1番にみんな持ってきますね。いや、俺しっかり大将にしたんだけど。あ、俺も大将にはしたんですけど、ナフさんが見て盛り上がってくれればいいかなと。確かに。しかし、ここは冷たい台足が、あっと、マキシマにレイプされるハイデルンという珍しい光景。あー、ひどい、ひどいことした。やりたい放題。さあ、ナオコのハイデルンが倒れ、次は中堅のクーラかな。クーラ、
あやばいと。あーっとデンジャラスアーチが今かくったのか。あっと醤油あいい前線噛み合わせて上盤からワンコンボ。これ結構クーラーガンも神経使いますよね多分。そうっすね、やはりお尻がでかいのもあって飛び火ブイパンも引っかかりやすいですし。そうですよね。あと何でしたっけ、昇竜コンボで昇竜すると投げかけられちゃったっけ。あ、地上っすか。あ、いやジャンプでもそんななかった。あ、このゲームってダウン回避統一されたんでしたっけ。いや、多分マキシマ変わんないっていうか早いと思うんですけど、確かなんかコンボのあのいつもの。あ、コンボでもダメなんですか。昇竜からあーっと言ってる間にすごい、確かムジはそうだったような記憶があるんだけど。あ、なるほど。じゃあさっきはあのナオコさんは分かっててか分かっててカウンターセールにしたという可能性がありますね。さあここで子供が大の大人に実況を当てる。あーっとここはあーっとミス。あー飛ばない。反応悪いなと。あれ自分で 3C を打っておいて反応が悪いと煽る。あーっとこれはこれはまあでしょうね。はい、6割。さあ開幕かみ合って6割。あーっとここは足が逃げる。これはなんか今後の展開次第ではありますっていう話ですね。先ほど食べてたって反応がいいと。これは美味しい。ゲージも溜まって。さあ子供三段減りますよね。地味に。そうですね、あれ結構減りますよね。減りますよね。普通に結構なダメージ。さあ大将はユリ対パオ。ゲージは十分。十分でもないか。子供はもう1ゲージぐらい欲しいといった感じですかね。あ、そうですね。あーっとうまい采配。うまい。たま見ている。ここはゲージを使わず温存ナマットをして、いやーっと投げてやってしまう。さあ直屋さんの練習は止まらず、直子敗れる。で、スピガーが前田敦子巨人がアニメ版はただのおめめかわいい巨人になってて、愕然としたアットプ。長い長いです。前田敦子ですね。はい、さあ前田敦子が選ぶキャラはクリス、キング、ひなこ。さあ秋谷さんがひなこ3番は聞いていないと。結構3番に置くこと多いですよね。大体3番でなんか野試合ではたまに初手ひなこにしてるんですけど、3番じゃないですかね。そうですよね。最近はなんか、はい、ちょっとクリスとかクリス多めに使ってますよね。あ、使ってますね、はい、あっとコパンが壊しを潰す。しかしクリスがちょっと寄りづらく、ここはディレクション当てて、おっとごちゃごちゃして怪しい。さあワーキャンド押し返して、ディレクションディレクション、さあディレクション一っぽいディレクションだ。強ディレクの後はちょっと難しそうですね。あれ一瞬歩かなきゃいけないのかな。いよいよ1フレで NC がつながるっていう話は聞きましたが、なるほど1。ただ NC がつながると前 B からコンボに行けるから結果的に高くなるんですよね。ああそうなんですね、なるほど、はい、さあ中堅出てきたキングはフットバー当てて離して、あーっと対空で飛燕砲脚を出したが、そういう技ではなかった。確かに。さあここは画面味直屋が崩しにかかっている。ちょっと出してますね。あといい飛び出すのが
2人とも行くときがすごい本当なんか行くまでがすごい慎重ですよね。いやしかしだからですね、僕直江さんの手もチラ見してるんですが、はい、ものすごいクラスで仕込んでますね。なるほど、この女課題立ち回りの中でも常に狙っていると。あー途中段を鳴らして、おっと最後に足払い、さあキングが倒れ、プサの魂キャラ大将ひなこ、ちょっとゲージが転ぼとないか、ダイヤスを返しして大王剣、さあ夜、さあここはジャパンして、さあ小手投げで持っていく、さあ初期さんはちょっと業務に行ってしまわれたので、はい業務に行ってしまわれたので、さっきブザマの負け方をしたナオコが戻ってまいりました。大丈夫です、ナオカツもブザマの負け方をしました。いやあのニクレブリも練習したんですよね、ハイブル、ニクレが足らんと、やっぱりニクレでも、まあ、あーっとそんなこと言った間にキングが大変なことになっている。この辺は残るでしょうか、微妙な、怒らない怒らない、これはちょっとワイドなテレビなんで体力分かりづらいですよ。そうですね、結構足払いがかなり長く見えちゃったりする感じのテレビなんで、はい、さあ最終ここで設定体力は5分だが、ゲージがもっと走るからアグレッシブだ、こうこれ小手だけ決めて画面端長橋が開脚すぐにお返し願う。さあ、五輪を重ねて、ここはゲージがさあまだまだ待って、ガールがうまい使わせる。さあ、ひなこは優勢。あーっと、つやつや。強気に行く。これは、わからないが、触られたら裏の場も危ないぞ。危ない、あーっと、これはここ入って、ダッシュ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 、ドーンドーン。走りましたね。さあ、合掌ひねられて、勝ったのは前田敦子。もう略されてる、前田敦子に。さあ、ワンピー側はバンギャさん、初参加の方ですね。わざわざありがとうございます。さあ先週でしたっけ、初参加の方が多くて、でこのゲームまだ初参加の方が参加していただけるのはありがたいことですと言った後にですね、僕その時ちょうど 2P 側に座っていたんですが、なんか割とボクシーが活躍してしまい、あとでニコニコのコメントを見ていたら、初参加でボクシーにレースされたらもう来ねえよって言われてて、ちょっと胸が痛くなりました。ごめんなさい、また来てください、ぜひお願いします、これからもバーサスを。そんな悪いことしてたんですか。いやジャムコさんもレストに解説してましたよ。あ、してましたっけ。してました、してました。全然覚えがありません。覚えてござらん。なんて言ってるうちに初参加さんの経済室の体力が残りわずかです。今アインに、はい、アイン止めに前から逆用が A でしたっけ、シューティングスター、はいはいはい、はい、シューティングスター、シューティングスターみたいな名前じゃなかったでしたっけ、わかんないです名前、シューティングダンサー、シューティングダンサー、ダンサー、シューティングスターはあれだ、ハッタンハンタだ。本間さんもほんと白色ですね。いやいやいや、もう年寄りの、いやもう使わないキャラのもう技名なんて、使ってるキャラでそれ分かってないのに。いやでもあれじゃないですか、それも昔からやってるからなんだかんだでこう目にする機会があるんですよね。なるほど、はい、まあ、あのジョン・フンの技とか全然わかりませんけど、そうですね、そうそうそう、ハイキックしかわかる、自分で言ってますからね、自己主張してますからね、ハイキック、頭皮で落としていく、ダメな当たり方をしたがちょっと受け身を取らなかったのでここにはいけない。あーめくりジャンディでフェニマルを倒す、あれきついですよね、あれ見えないですね、今見えないです、完全に今見えない当たりがわかった、はい、結構こう早出しすると地上に繋がりづらいタイミングとかだと、はい、送りやすかったりするんですけど、もうあの体力だと早出し一発あったら勝ちですから、もう全然 OK ですね、当て逃げみたいな感じで、はい、さあここは対象ネームですが頑張りたい、ゲージはあるので、あーっと踏んづけたい、踏んづけたかったが、ここは踏んづけられず、さあここはオンビニクリスを始末できれば次のキャラにゲージを使い、そして対象同士という理想的な展開には持っていけるが、ちょっとお互いグダってる感が、おーっと強気だ、アップさん、甘いな、アップさん、そうですね、おーっとハードゲージがちょっとピカピカしてきたぞ、危ないぞ、そうです
ね、クリスって意外と爆落高いんですよね。そうですね、ジャンプフットバスとかに乗れるともうピッカピカになっちゃいますからね。ジャンプフットバスと共感とあと、はい、シューティングダンサーですか、あれも高いんですよね、地味に。俺に敗北はない。さあここは首の皮一枚つないだバンギャさんの目ですか。ロケージここは2ゲージぐらい入ってキックしますればっていうところなんですが、あーマイナス始めたいですね。そうですね、やはりキングも疲れさせるのには避けていたらですからね。そうですね、あーここでベノムに当たってしまう。ベノムに当たってしまう。変わったのはプー前田アスコ。さあここで座る 1P ゴーキー、ゴーキというキャラもいますね。いますね、ゴーキというキャラもいますが、その豪気ではありません。はい、あ、ここで、でもゴーキさんは元からジョンを使ってる方なんで。あ、なるほど。はい、キャラはジョンフン、テリーボガード、山崎隆二。これも緑一色の。そうですね、KOF では縁起のいいと言われてる緑色で統一してきましたね。私マジ今回で初めて聞いたんですよ、その縁起のいいっていうのは。昔から言われてますよね、 KOF 緑色のキャラは演技がいいって言われてますよね。はい、食さんからキャベツのせいでと、はい、一言、辛辣な一言いただきました。おかげと訂正。おっと、ここはカメハチで美味しいコンパを小足から触って、さあこれはディーレクワンキル。サバー、あーっとこれは無駄ですね。サマーの消費で暴れていく。さあ名前が分からないと。まあですね、とりあえずサマーの消費ですね。ツイッタードライブ、ツイッタードライブ、そうだ、よく思い出した。さてなんて言ってる間にクリスが死んでいた、死んでいましたね。確かにツイッタードライブ思い出したらクリスは死んでいた。さて中継に出てくるのはキングですが、これはどうなんでしょうね。ジョンフンはもう仕事したけども残業したい感じですね。ここからまたそうですね、できればちょこちょこと進んでいきたい感じですが。さあここは強気の強トルネードキックが2発当たってジョンフンが倒れる。これは精神的にもきますね、この倒れ方は。そうですね、ただしやはり構えるキャラなので、はい、強トルネも有効といえば有効なんですよね。はい、なるほどなるほど。結構あれで襲われたら精神的にそうだなっていう感じがしますけどね。さあしかし上は見ている。いいな、さあ1回見てきて、あの微妙にこっちの通常投げが届かない場合のキングの大足かさで強いですよね、はい、強いです。あれ大足か吹っ飛ばしかとか。そうそうですよ、吹っ飛ばしも強いですよ、はい、意外と上にも強いんですよね、あのキングみたいなのは。なるほど、ここはライジングで仕切り直して、おっと上からダンクで乗っかる。これは運がいい、ゴキさん。さあパワーダンク判定自体はガチですからね。はい、今のはちょっと昇竜をミスってしまったのか。そうでしょう、もうキングの体力1ドットだったので、はい、もうやれ、パワーダンクが2ドット削れる技だったら狙って出した可能性もありますから。なるほど。さあ多少ひなこがラメハに追いつける。おっと、あっと、ちょっと怒れてしまう。レバーが悪いか、メンテが悪い、このゲーセンは。ここは失礼して、あと高速中断、強い、相撲は強い、空中戦も相撲は強い、あの中断、中断にもなりますし判定も強いんですね、はい、あのガチですね、本当。いくら切れそうになったか分かりませんね。ありますよ、切れそう。さあしかし大将出てきたのは山崎、これちょっと触りづらいと思うんですが、あそこは主にいて、あーっとここは強心して、危ない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 、あと、おここはヘビが当たってしまう。使いましたね、今使いましたね、でも前転で噛み合わなかった。危ない危ないすぎる、怖い怖いよ、この試合。あっとここはデカボコとアッパーが刺さり、ひなこ破れる。勝ったのはゴーキさん、前田敦子を倒す。はい、アイムオーライさん、2P 2P 出てくるはアイムオーライ、あとハメ殺しさんです。オーダーセレクト、おーキャラが強い。ゴーキさんは
キム、テリー、裏、裏、表、表やしろか。スーピー側はアイローライさん、片やしろだ。この方はレジェンドプレイヤーなんじゃないでしょうか。そうなんですか。さあ、ここはしかし直樹さんの魂を引き継いだジョンフンを使っているのか。元々ジャンプ界なのかな。元々ジャンプ界っぽい動きはしてますけどね。 なるほど、はい、僕はあのラモンで有名だったという印象があるんですが。そうなんですか。ちょっとジョンの起き上がりが遅すぎたせいで直樹さんが到着。無駄ですよ。さあ、ここで見てない間にジョンがキムを倒す。さあ、次も出てくるのはゴークさんのテリー。ちょっと今、キャプターの名前についていろいろ議論があったのであったんですが、はい、間にジョンフンが活躍していたが、ここはテリーの、テリーで取り返す、はい、しましたね。さあ、それ中継で出てくるのは東堂克実。さあ、これキャラクターを見るとラモンのラの字もないですね。そうですね、全くないですね。なんかキャラ的にもラモンの感じが全くしないキャラが投げキャラもいねえしみたいな。ただゲージはあるので、さあ、カフェが乗っかって上から押し置き、うまい。ここをきちんと落としていく。投げて、投げが減る。テリーの投げは減る。白山で落として、感覚はない。テリーあと打ち切る。先行を出し切る。あとうまい。裏から回って、ここはめくり男子。強制ダウンなのであれはめくりですね。はい。さあ、テリーがいないからちょっとわからない感じでしたが、まあ、これ対象でネムレスが出てくる。3本ゲージ持ちですね。これは殺せるか。ここでは使いたくないでしょうね、多分。そうですね、ここは穏便に殺したいですね。はい、ほんとちょっと漏れてしまって、技がここはつながらず、ちょっと痛いゲージを使ってしまうが、ガペラジン閉じ込めて。あと最終カッパが強い。強すぎる、あの技。さあ、ゴッサーの方はもう殺しきる体勢でガーキャン使ってますね。もういくぞ。おーっと、ここで本気の昇竜が出てきた。もうやらざるを得ない。次につなぐ。俺に敗北はない。さあ、ダイスがここで体力がないものの、表やしろ。それか、4本ゲージやる気満々だ。それだけ。さあ、これはしかしやしろレベルの攪拌があれば。おっ、あとこれはもう、あっと、あっと、ここで、あっと、どうなるの。なんかモジモジしてるよ、ボクさん。モジモジしてるよ。あーと、ここがガキャンで冷たく押し置き。さあ、スワルはヨシさん、キャラクターはユリ、坂崎、ウラケンス、キング、いつもの夫人。はい、さて、それに対してボクさんはキム。迷ってる迷ってるぞ。やっぱりこれ対戦なりますね、なりますね、これ。バーサス実況マイクあるあるですね、これは。この体勢みたいな。さあ、キム草薙テリーですかね、あれは。キム草薙テリーですね、そうですね。はい、ここで一番手に草薙置いてきました。さあ、初手は裏剣数対草薙。これで共通とかだったら恥ずかしかったですね、ちょっと。たぶんあの色は草薙ですよ。あ、ですね、ですよね。大丈夫です、大丈夫。強気ショルで暴れていく。結構飯尾さんも激しいというか、結構こなしていくスタイルのプレイヤーなので、ね、はい、基本的にはすごい上を見ているプレイヤーなので、はい、距離の精度がすごいいいんですよね。なるほど、確かに何回も落とされる感じがしますけど、はい、まあ、ちょっとここはでも苦しくて留学祭、あーっと留学祭ダメー。それはしっかりとがめられる。ちょっと漏れちゃったんじゃないかなって感じはしましたが、そうですね、前からダヤシとか出そうとして出るときありますからね。はい、経験はゆり坂崎、まあ、ドームの乗っかってたであろう闇払いを飛び越えましたね。そうですね、なんかちょっとこの画面で見ると不思議な光景も多々あるんですよね。そうですね、画面が広いですからね。はい、なぜ今のが当たらないとかいろいろありますからね。あと、なぜここを減ったとか、はい、よくあります、これは。
さあ覇王を打って大王を打ってお互いスカリ差し入れ王位に返してさあより体育さなぎと引き離したいゆりたばかし。おっとファウムとぶつかってここはじゃあ見れのっかっていく。そうそんなに損傷もなくいけたんじゃないでしょうか。そうですね、はい、さあ中堅はユリ対キムという無印チックの組み合わせですか。そうですね、無印でありそうな組み合わせですが、はい、さあガン UM ではキムの方が不利なんじゃないかという噂が。確かにそうですね、さすがにこのキムは強化されてキムは弱体化されてますからね。はい、キムもやれないことはないんじゃないかなと思うんですが、僕そこまでキムは弱いとは思ってないんですけども、ちょっと追い詰めるのが厳しそうですね。今やっぱり昔から、はい、キムの頃から立ち回り自体はそんなに強くないって言われてましたからね。あ、そうなんですか、はい、あとここはもっと漏れるか、距離は漏れる、お互い漏らしきって、漏らしてやはりあの甘えた前転を禁止でとがめられなくなってしまったところがやはりきついですね。痛いところですね。捕まえたら捕まえっぱなしでたいキャラですからね。はい、フォーキングでファナスが一塁の重みをかけるが通らず、壊しでフィニッシュ。さあ大将はテリーボガード、さあ大将テリーボガードとは珍しい。あっと今のは同時ぐらいに出ていたが見ていたのかな。やはりさあってここはでもゲージを使っていきませんでしたね。そうですね、ユリはそんなにまとまったゲージを使う機会がないし、はい、5ゲージか、キングは3ゲージは十分なキャラなので、さあここは入ってきません。さあここは勝てでしょうね。強気のダンク。さあこれで次につないで対象戦につないだ豪気さんのテリーですが、出てくるのは対象はキングで日本勝ち、体力ゲージは満タン。そうですね、キング的にはもうゲージも今のテリーの体力だったら十分といったところでしょうか。でしょうね、もうゲージが開けて入ってもいいぜ的な。そうですね、あーっとまた当たる、あーっとすごいめくり、すごいめくり、あれ絶対見えないな。ここはちょっと冷たくダブルストライクでゴーキさん敗れてしまう。勝ったのはイオさん。ゲームオーバー。さあここで 1P ナオップナオップってすげえ名前ですよね。ナオップすごいね。僕は目的には個人的にはキャオキを押したかったんですよ。あ、なるほど、キャオキ派でしたか。私はナオップ派 派でしたね。私はナオップ派でしたね。ナオップすげえダセー名前だキャオキナオップか。さあナオップさん選んだキャラは今日クリス、リョウ坂崎、なんか全然もうナオキの名の字もない。ナオキ臭は全く感じられない。ただし色はちょっと緑色っぽいぞ。一人だけ一人だけじゃないですかこれさあ予算は変わらずラケンス、ユリ、キング。じゃあナオキさん、いつもの初手今日オリジナル強い初手ですね。オリキョウとラケンスという同じ髪型対決ですね。これはそうですね、ちょっとでもお互いさ勝利も持ってるし、なんか遠距離の技も強いし、そうですね、やはり側の方が飛びが鋭くて強いので、はい、乗っかっていきたいところをどうやって上を落としていくかっていう感じですね。横地自体は多分ケンスの方が強いと思うんですよね。うまい、きちん下げ飛びになってる。さあここはしっかりゲージが溜まる方を取って、ナオップさんが取る。ナオップさん、ナオップさん、はい、今夜限りのこのステナですが、そうですね、はい、さあ荒髪に飛びがかぶったがちょっとコンボにはいけない。光剣が引っかかって中段当たってしまう。さあここはユリ側もオッピに倒したいところだが、そうですね、やはりこれも横押しはユリの方が強いんじゃないかなと思うんですが、そうですね、強そうだけどちょっと隙がある技が、そうですね、多いかなって思いますが、さあここでタッチ B で追い返してほぼ無傷でユリが勝利。ユリがいい仕事をして、ここは兄弟対決さあ大事ですね。ユリに天地を与える。天地が刺さる刺さる。さあ単に落としして、タッチで暴れて、あっとこれはうまい殿下の方と。さあここは昇竜にしたが、
っかりかぶっていく。ヒロキックだったら死んでいたんではないかと思うんですが、まあ、ゲージを回収できたし結果的にオーライといったところでしょうか。はい、さあしかし、あ、これはしかし取る、これはシンキング、おっと正面だった、表でしたね、表でしたね。さあゲージはお互いに本物中で組み合を止めようとしたが止めきれず、ジャンピー、ああ何今の。さあルキコアシコパン勝利、これは厳しい、ナオップさんの勝利です。さあやはり勝ったのはナオップ、強いナオップ、何者なんだ何者なんだ